一斉のでパパ、はい、ギッシュです。ミユです。ナです。はい、最近東京に来てから一個見つけたものがある。最近、最近じゃない、東京に来てから。こんなものが東京に。で、私は驚いたことがあります。どうぞ。ウーバーイーツ。あー、まあ本当に驚きましたね。でもそれは便利だなと思って。でも違います。はい、はい、オレンジのジュース。おーおーおーおお、驚くよね。大好き、あれ。あれね、やばくない、あれ。キティちゃんのポップコーンぐらい衝撃受けた。え、ね、確かに。わかるわ。あるよね、うん、惜しいです。正解は、自動販売機ってジュースだけじゃなくて食べ物も売っているということに驚きました。確かに、なんか昔はさ、コンポタとかさ、うん、コンソメスープだけでもさ、うん、結構湧いてたじゃん、うん、なのにもう今めっちゃあるよね。やばい、やばい。ということで、はい、結構な YouTuber の方がね、その自動販売機のグルメで企画を取ってるじゃないですか、うん、やってますね。ね、エスポワールトライブとか、うん、まあ、エスポワールトライブとかね、うん、ほぼエスポ。そう、ということで、はい、エスポの皆様、今回もハロさせていただきます。ありがとうございます。今回の企画は、グルメの自動販売機だけで1万円分食べきれるまで帰れません。よっしゃー。エスポ行った。エスポって基本的に何かの企画の量を莫大にしてんだよ、うん、え、でも俺たちはそれをパクるだけだから。そう、そう、ということで、まあ、いろんな今回は場所に行って、うん、グルメの自販機で食べきります。はい、はい、で、ルールは、その自動販売機につき1つしか買えません。で、それをみんなでシェアして食べたりとか、うん、めっちゃコスパある、うん、なんですけど、その買ったものを、なんか調理しなきゃいけないものとかは、まあ、今回コンロとか持ってきてるんで、いっぱいありますからね、はい、今回ね、キッチンカーをレンタルさせていただいてるので。そうなんですか、みんなでもいいんですけど、いいじゃないですか。キッチンカー、キッチンカーってなんか外にあるんで、たこ焼きとかさ、そっちだから。って感じで、はい、1枚目届けましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、はい、ということで、はい、ということで、はい、あの1店舗目のね、場所なんですけど、今ちょっと近くに来ているので、うん、車降りて買いに行きましょうか、早速。はいはい、でも交番が近いんで、本当にこっそり行きましょう。なんかやらかしい。行くか、行きましょう。はい、はいはい、今向かってます。はい、なんか、え、これ撮ってよ、エモく。めっちゃ見て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 、え、すごくね、うん、めっちゃすごい。冷凍餃子の自販機やってね、え、めっちゃ美味しそう。こんな感じです。1万円やろ。うん、で、いくつやったら最高価格が多いのか。うまみ肉汁餃子が一番高くない？15粒1300円。でもどんなもんの味なのかまだ分かってないからね。これいいんだよ。うん、それにしよう。じゃあ押しますよ。押します。出てくんの？え、早くない？待ってくれ、逆タイプか。逆タイプや。いや、スーパーか。ほんまにスーパーか。スーパーか。早く買って、よし、すぐ走って車戻ろう。走って。はい、ということで、はい、こちら冷凍餃子2人前ゲットしました。はい、どんくらいやんのこれ。ごめん、いい匂いする。強火にして、お湯を入れる。水、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 水で、蓋。あ、かけたらダメです、餃子に。大丈夫よ。いや、もういい、もういい、もういい。ふた、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 ふた。めっちゃ熱いの飛んでくる。これ移動しながらって無理なの？無理でしょ、これ。ちょっと急ブレーキしたら終わりだもん。マジで怖いよ、これ。ほんと、大やけどになる。モルナやけどしたからもう大丈夫。あちん、あちん、あちん。熱いよな。俺もさっきから飛んでくんの。オッケー。オッケー、じゃあここで。いただきまーす。いただきまーす。あの汁垂れてる。うまー。うまい、うまい、うまい。めっちゃさっぱりしてる。これタレなしで全然いけない。やっぱ醤油もらう。タレなしでもうまいんだけど、これ醤油あったらもっとうまい。確かに。え、どう？あ、てかつけさせて。うまーん。やばい。つけた方がいいよ。はいよ。千尋も食べな。おいしいね。どこ行く？でもさっきなんかいい感じの場所ありまして、押し上げに、うん、見つけまして。うちらのさ、大食いってさ、同じもの食べたりさ、しょっぱいの食べ続けたら飽きるじゃん。だから甘いの行きます。おー、めっちゃいい。はい、早く食べて行きましょう。はい、はい、おかえま。今着いたんですけど、ありがとうございます。ちょっと寝ちゃいましたね。うん、朝から早かったか、撮影が、うん、
って目の前にあるんですけど、うん、そこをちょっと行ってみたいと思います。イエーイ、かわいい、かわいい、目がさ、もうカラフル、わかるわかる、こんな感じです。すごっ、すごっ、どこにしてみる、普段ショートケーキだから、うん、そうしよう。皆さん、1個じゃなくて、これ2個食べたいんだけど、これ私も食べたいんだけど、俺も食べたい、食べてられるとかダメかな、ありがとう、ありがとうございます。帰るわ、でも帰るわ、もう食べてます、食べますよ。みんなからしたら5分ぐらいにしか感じないと思うんだけど、俺らからしたらマジでもう2時間経ってます。え、バカバカうまそう。みんなチーズ、私プリンプリン、いただきます。やばいやばいやばい、甘さ控えめ系だ、めっちゃうますぎる、やばいよね、うまっ、これうまいわ、うまいね、うん、これ黒いの何、ね、思ってんねんな、コーヒーゼリーじゃない、ゴムや、うん、コーヒーゼリー、うんうんうん、ゼリーゼリー、何のゼリーだ、ゼリーじゃない、果物じゃない、酸っぱいブドウみたいな、あの大人の味しますね、余裕や、マジで余裕だ、これ、これはうまいわ、これは感動だね、うまい、ということでぽいぽいクジラストア、何の匂い、これめっちゃいい、ね、甘いね、でクジラの缶詰でいいやん、うわ2000円もする、高っ、え、クジラって高級なんだ、そうだよ、めっちゃ高級なの、そんなものが自販機で売ってんの、何食べるの、で全部うまそうだね、ヤマト煮っていうやつ、ヤマト煮、ヤマトってこと、クジラのアヒージョ、アヒージョで、スジ煮、スジ煮、スジ煮がい、でもこれさ、スジ煮にすることによってさ、誰かはアヒージョになるってこと、そう、俺アヒージョいいいいの、うん、これ何、ヤマト煮、ヤマト煮、ヤマトになるか、じゃあこれにする、いいよ、こう、さあ、おめえめっちゃ缶詰や、アヒージョ、スジにヤマト煮でございます、いいね、じゃあこれを食べましょう、イエーイ、サクサキャンピングカーで行くぞ、帰るぞ、2000円で結構出たよ、てか俺らの今回どんなところで食べてるのって、あ、確かに思ってる人いると思うんですよ、一回紹介する、紹介しよう、まずこんな感じの、まあいいじゃないですか、キャンピングカーでね、で、中開けますね、はい、はい、まずみんな匂いわかんない匂いがねわかんないと思うんですけど、この顔見てください、ほっといくさい、もうこんな感じわかる、こんな感じ、もうやばいでしょ、クジラの缶詰ってどんなの、え、最近集めてんだよね、非常食、あー、買える、買えるかな、全然ダメよ、ダメなの、こんな高い缶詰で、だって、確かに、だって食べちゃったら、あれでも3つで2000円ってことは1個600円、まあまあ、だいたいそのくらいね、私のやつ、旨味が濃くとても柔らかい肉質のクジラ、その中でもわずか 3-5% しか取れない霜降り肉を、だって何何何、ちょっと待って、何何何何、じゃんけんにしない、やばいだよ、アヒージョがニンニクの匂いすごすんぎ、ルナは無理だって、もうケイシ君が言ったもんな、うん、待って、俺明日プロポーズしようとしてたのに、おっ、めっちゃ缶詰って感じ、あ、いただきます、いただきます、すごい希少価値が高いクジラらしい、うまっ、缶詰ってこのままできるやつ、うまい、何、うまっ、こんなうまいの、クジラ肉うまい、でも、本当に予定がある日は食べた方がいいと思う、ちょっとだけ、ルナ食べてみて、お願い、これだけでいい、もう、帰る、いいから、うん、えぇーじゃんけんしよう、最初はグー、じゃんけん、ほい、あい、こでしょい、最初はグー、じゃんけん、ほい、あい、こでしょい、うわ、この後めっちゃ、あれなんじゃない、お前、やめて、これ、俺食べて、まあ、美味しいから、でも本当に、予定ないって思って、すごい、ふわふわ、美味しくない、めっちゃうまくない、うまいよな、臭い関係なし、ニンニク関係なしにしたらめっちゃうまい、うまい、えぇ、ー、よ、1個で、かけげそ、かけげそ、うん、かけげそ、
うん、次のとこ発表するわ。あ、次の場所なんですけども、はい、続いては品川に移動します。ピッポンっていう、今まではさ、そのカテゴリーしかないケーキはケーキだったけど、ここめちゃくちゃいろいろあるらしくて、チーズタッカルビあります。お、自販機でいいんですか、そんなの。かと思えば中華あります。あらまら、うわ、食べたい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 。でもそれはそこ、違う種類だったら選んでいいってこと。そのピッポンって場所に自販機がめちゃくちゃ集結してる。からもうここで稼ぎましょう。行こう。はい、ということで、もう日も暮れてくるんで、はい、急いで迎えたいと思います。はい、せめながら行こう。ピッポン。はい、ということで、はい、品川区に着いたんですけど、はい、そこのピッポン、ピッポン、ピッポンっていう場所着いたんですけど、ちょっとヤバいです。こんなとこあったの知らんかったんだけど、ちょっと打ちます。はい、はい、こんな感じでまずちょっとこう紹介していこう。こっちから1個ずつ。まずこっちはつまみ系。すごいね、これ。お酒のつまみだね。カシューナッツとか、うん、ツナとか、はいはい、塩辛とかキムチとか。そしてそして、でこっちは韓国系。カルビスープ系じゃん、ヤニムケジャンホルスキカルビ、チュンザカルビ、ヘルスープとか。すごい。そしてあのおっさんたちが作ったあれですね、カレーです。はい、おめえ、グルタミンとピッポーのコラボですねやめてください、おっさんとかです。すごいよ、だってユッケとかね、あのバサシか冷凍系か、はい、冷凍一気に、これ一日で熊本が楽しめます。ああ、いいですね。はい、そして、はい、シソ餃子とかフランク餃子とかワンタンみたいな、完全中華ですね、こちら。はい、中華。卵や。はい。美味しそう。はい、で、こちらもうケーキでございます。ケーキ、美味しそう。クリスコーンとかモンブランとかね、食べたい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 。すごい。はい。次、高級グルメガチャね。ガチャ。はい、1回3000円で1万円のシャトーブリアが当たるかも。やらかしたやつ。待って待って、いい、焼き鳥、焼き鳥、最高最高。見て、オルタのサンドが来てる。おー、すごい。ここで終わりだと思うんじゃないですか。うん、そうかね、やるんですよ。え、まだ焼き芋。うわ、美味しそう。そして、はい、ラスト。そしてめちゃくちゃハスキーなジェラートです。ハスキーだ。ジェラート、選びますか。美味しいからここでいいじゃん。本当にそれな。購入。早っ。やっもう出てきた。もう出てきた。ナイス、ナイス小籠包。オッケーオッケー。いいから。おい、ギャンブラーやめろ。この2品はちょっと皆さんに見せたんですけど、残り5000円分ぐらいですね。あとはもう各々好きなの買ってキャンピングカーで食べたいと思います。はい。じゃあねー。じゃない。アナロっぽい。はい、ということで早速やっていきたいんですけど、今カルビがあるんでこれを焼いていきます。この2人はほっときましょう。じゃあ気付けてよ。やけどするで。やけどするって。しっかりして。しっかりするのはさ、どっちかな。年下だよね。年下がやってます。しっかりして。大丈夫、あったあった。怪我ないか。怖い。次だよ。暑い、これ痛い。ヒリヒリしてきた。ティッシュ後ろだよ。気をつけろ。うわ、危ない危ない危ない。ゴールドチェックで守れるから。もう疲れた今日。もう本当に疲れてる。今回は小籠包とチャンジャとチーズタッカルビとアイスとラ、あと芋と、あと焼き鳥か。焼き鳥だ、買いました。でもさ、俺めっちゃさ、面白いなって中標津にあったんだけどさ、中学生の時、塾とかの楽しみがさ、それでさ、缶詰の、あの、あったかーいの欄にあるのがおでんの。ありました。あるよね、ありました、おでんの缶詰。あれめっちゃエモくない？なんかエモいです。チャンジャって何なの？タラ。タラなんだ。そうで、タラをキムチにしただけだから、コリコリして美味しいの。え、じゃあみゆ一回挑戦してみて。いけるよ。マジうまいから。どう？そう、なんかだからお酒のつまみ的な。なんと、チンできましたので、焼き鳥もできました。次、一口食べてみて。いただきます。まだ中凍ってます。焼きます。じゃあ、焼こうか、ここで。やめ、焼こう。全部レジ？もう
これマジでさ、本当にキャンプでさ、ここ山とかでさ、うん、好きなとこだったらめっちゃ楽しいな。楽しい楽しい。今めっちゃ都心だから正直楽しくないんだけど。楽しくない。肉食べますか。はい。いただきます。え？どうやって？肉だから周りを食べてくれる。ここにあるからね。うん。これは食えないから。うん。うまい。うまこれ。今日ゲップ臭そう。本当にそう。でこういう自販機ってさ、どういう時に買いに行こうと思うんだろうね。夜食とかじゃない。だってスーパーあるじゃん。この24時間やってないスーパーとかで自販機あったってさ、あと焼くだけですって言われたら買っちゃいそう。一回食べ。お前だ。え？いつもこっち方向やめたくてお前。お前だ。シューンって寄せちゃったね。はい、じゃんけん AKB48 じゃんけん大会でレディー。おーおー食べてね。おーじゃんけんぽい。あーいこうでしょい。あーいこうでしょい。アイス食べてます。レディー。おーおーおーじゃんけんぽい。あーいこうでぽい。あーいこうでぽい。マジ大好き。2人のこと。ミスキュンの。ひどい。ひどい。ひどい。韓国っぽくすんな。AKB にいそうなアイドルの子笑ってんじゃない。スタート。田辺凛香。いそう。田辺明秀。秋元康さんの2代目的な。てっちゃん、たっちゃん。それじゃない。吉田凛香。お前凛香好きすぎない。お前田辺めっちゃ好きだし。田辺。タスベマッタンカリンカリン。猫はどうやってマッタンカリンカリン。シャネル買ってやろうかな。あん。もういいから早く言って。いないいない。いいっすよ。誰いないやろ。いや1本だけっすよ。1本だけあげてきた。じゃあこの3本食べれるね。おいしいっすよ。いいだ。食べる。はい、じゃあ食べます。はい、食べてください。あ、切れると思う。切れると思う。もういい。おい。はい、ということで完食しました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。1万円きつかったと思います。めっちゃ口臭い。移動時間がね、もうすごかったよね。うん、調理込みなんですね、ああいう自販機はね。いや、そう、うん、見つけた方とかね、興味がある方は食べてみてください。はい、シャス。ということで、このチャンネルがやってもらったらチャンネル登録、ボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。